週末版の仕事なんか花から意味がない。サボったってもっと適任の人がやってくれる。だが寝ることは大事だ。長く眠ればいつか背が伸びるかもしれない。両手剣は本当に重たい。忍術だけに頼っていては持ち上げることすらできない。しかし神の目があれば話は別。説にとって神の目は欠かせないものなのだ。神里家のお嬢様は優雅で威厳のあるお方だが、説が怠けないように特別に巫女姉さんを監視役として任命した。どうしてこんなことになったのだ。木の上で休んでいるとよく巫女姉さんたちがあのお方の噂をしているのが聞こえる。どうやら仕事で忙しいお方のようだが、理解できぬ。仕事なんかサボってしまえばいいのに。神の目を持ってるくせに奴は毎回のように忍術を学びたいとしつこく懇願してくる。理解できぬ。睡眠時間を削ってまで教えるなんて、時間がもったいない。彼女は会うたびに、タヌキちゃんお祭りで遊ばへんだのと言ってくるが、説はタヌキなどではない。お祭りにも興味ない。行くことになったとしても彼女の花火に合わせて忍術を披露するだけ。これが週末版の仕事とどう関係するというのだ。あのお方は説が会えるような個人ではない。知りたいことがあれば綾香お嬢様に聞いた方が早い。彼女はいつも説の頭を撫でたがる。対して説は手を噛む勇気も反抗する勇気もない。断れば大惨事になりかねないと感じる。しかしこのまま撫でられ続けたら本当に背が伸びなくなるのでは？どうすればいいのだ。なぜあんなにやかましいものがいるのだ。しかもあんなに背が高いのはなぜだ。ピンとこない名前だな。待て、荒滝一途の子分なのか。なら奴も睡眠を妨害してくるに違いない。何せ同じ穴の無地な、いや同じ穴のタヌキっていう言葉があるくらいだからな。忍術流派の名前か。あれ思い出せない。まだ目が覚めきってないからもう一眠りしたら思い出せるかもしれない。主になら教えてもいいぞ。だがまず笑わないと約束してくれ。出ないと二度と口を聞きたくなくなるからな。説の流派はおこ流という。説たちの忍術は敵をもてあそぶことに長けているゆえこう名付けられた。だがしかし